これは僕が中学1年生の時なんですけど、はい、あ、これは僕が高校1年の時の話なんですよ。確か高校1年です。それはそんなに重要なことです。重要です。あ、そうなんです。高校1年の時ですね。人にですね、卒業アルバム借りて、うん、俺この子可愛いな、紹介してくれ、いうことで、あるある。俺僕3ヶ月ぐらいかけて、やっとデートまでこぎつけた女の子がいて、うん、で、その子と映画を見に行ったんですね。うん、で、映画見に行って、終わって、ご飯食べて、で、ご飯食べに行って、何食べたい言うて、私たらこスパゲッティ食べたい言うて、ああ、可愛いこと言うなと、たらこスパゲッティか、食べに行こう、たらこスパゲッティ言うて、で、たらこスパゲッティちょっと食べたら、もう半分ぐらいで、私はもうお腹いっぱい言うて、いや、お腹いっぱいちゃうやろ言うて、全然食べてへんで今日言うて、家帰ったら飯バー食べるのちゃうのとか言いながら、まあ、ご飯食べてたわけですよ。はい、で、その後に京都の鴨川、あるじゃないですか。鴨川にこう、ポン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 とこう、座っていくんですよ。はい、で、話とかするんですね、はいはいはい。カップルが。はい。ほんで、そこでこう座って喋ってたんですよ。ほんで、ほんまにぶりっ子で、ものすごく可愛い子なんですね。ほんで、うわ、可愛いなぁ、言うて、いろいろ喋ってて、話もしてて、映画面白かったなとか話してて、ほんで、今日どんなパンツ履いてんのと。いや、そういう話になりまして、それはさておきね。それはさておき。いろいろあったけども、まあ、どんなパンツ履いてんのって、どんなパンツ履いてんのと。ほんなら、今日はキティちゃんのパンツ履いてきた。キティちゃんのパンツ履いてきたんや。キティちゃんのパンツ履いてんや。かわいいな。ちょっと見せてって、こう、パッと見たんですよ。ほんなら、キティちゃんがちょうどここやったんですよね。ここのキティちゃん、パッと見たら、キティちゃんのこの繊維から毛がクワッて出た。もう、嘘。いっぱいいっぱいなった。もう、キティちゃん。これ定食屋さんの話ですね。あ、いいね。なんか良さそう。定食屋さんで僕ご飯食べてたんですね。普段はよくテレビがついてるこう定食屋さんあるじゃないですか。そしたら、横にまあ、いわゆるそういう、の方が。先輩がそうですね、57、8も60手前ぐらいの、もう汚い感じの人だったんですね。で、もう一人はまあ、そう、若い感じの人で、ほんでこう、テレビをこうやって見てるわけです。うん、で、したらちょうどその音楽番組やってまして、そしたらそこにチャラさんが出てたんです。そしたらその、おっさんの方がテレビ見ながら、その若いやつに、なんだあれ、チャラっていうのか、つって。ああ、そうですね、あれ、チャラっていうんですよ、つって。いい名前だな、俺も借金全部チャラになんねえかな。何やろな。いや、いいですよ。いや、いいけど。小学校の時に、はい、すっごい虫歯で、小学校4年か5年ぐらいの時に、虫歯でもうすっごい腫れたんですよ。で、もうちょっと、ちょうどその頃ってやっぱこう、異性を意識する頃やから、もうここが腫れてんのがもう恥ずかしくて、もう学校行きたないって言って、もう休むって言って。で、うちは二人とも働いてたから、両親も。で、うちのおかんが、パートに普通は行くんやけど、あ、ちょうどそれやったらちょうどええわっていうのもあるやけど、なんか大事な電話が昼かかってくるから、普通やったらお母ちゃんもう帰ってきてその電話出るつもりやったけど、あんたもじゃあもう休んどきと、はい、でその大事な電話だけ出といてって言われてたんで、はい、もう分かった言って、もう人と喋んのも嫌で、はい、もうずーっとこうサロンパス貼って、もうずーっともうテレビ見ても何にも入ってけ、はい、ずーっとぼーっと痛い痛いと思ったら、だいぶ経ってからどん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 ってこの裏のドアを誰かが叩いてて、はい、何やねん、はいって言ったら、ペル逃げてるよーって言われて、うちの犬が、マスオさん、ペルが逃げてるよーって言われて、いやいやいや、ちょっと待てと、めっちゃ痛いし、その前にその、可愛がってるし、餌やってるし、何を逃げることがでも、そこそこでかい犬やから、そのもし誰かに噛みついたら、もうシャレならんし、もう腫れながらもうしゃあないから、そのペルをね、もう向こうの方行った言うから、そんなぐわー行ったんですよ。で、もう、なんとかそのグランドの方にペルは見つかったんやけども、遊んでもらえる思って、もう。そんなちゃうねん！でも、キャッと捕まえたんやけど、
もそのペルはこの首輪ごと逃げとるから掴むところがなくて、掴んだけども家まで3キロぐらいヘッドロックでもう帰っていって、はい、で家の前のそのもう裏はあかんわ思って、はい、家の前のそのホースのとこにね、はい、ガス管みたいなやつかな、はい、それに紐でこうペルをこう繋いごうとしてた時にかす、はい、かに電話が、はい、さっきの大事な電話や、あれ電話やと思って出ようとドアかってやんねんけど表は閉まってるから、はい、あ閉まってる内側から鍵やから全く裏までぐわー晴らしながら戻っていって電話の前でちょうどチーンって切れて窓の向こうまだペロ走ってたなんやねん、何やねん、ことわざでありそうな何を言えることがある親父の話で、はい、ですね、うちの親父警察官でして、で、身長が183センチあって、うん、体重が110キロあるんですよ、うん、もういわゆるもう巨漢なんですね、うん、で僕親父は休みの日よく沼に釣りに連れてってもらってて、でその日も沼に釣りに行ったんですけど、それでその日沼に行ったらその沼のところに暴走族が20人ぐらい溜まってたんですよ、うん、でその暴走族がタバコを吸ってまして、うん、で親父も警察なんで「うん、おい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 」っつって「お前らよお前そんなんつったらバカになっちまうぞおいっつって、そしたらもうヤンキーなんで、なんだてめえこの野郎ってなるじゃないですか、でも親父もそのお前ふざけんなよお前何生きがってんだお前よっつって、もう本当にもうバチバチになって、でそのヤンキーの暴走族 その一番総長ですか、それがもうやっちまうぞほらって言った瞬間に親父が沼に飛び込んだんですよ、で後で聞いたらその20対1は陸の上じゃ勝てないからそうです、で水の中だったら勝てんじゃねえかと思って飛び込んだらしいんですよ、沼に飛び込んでそのヤンキーにお前らかかってこいって言った瞬間にそのヤンキー20人が全員思いっきり親父に石投げたそりゃそうやな、一人ずつ飛び込んでいけずっともこうやってやめろやめろっつってなんで親父は水の中をホームや思うて前だいぶ前ぐらいからちょっと流れてるコマーシャルの歌があって、で、まあ、飲み物のコマーシャルなんですけど、あちょっとノリのええ歌やなと思って、で CM 中に流れるのが、まあ、英語が流れるんですけど、英語って僕あんまり弱いんですね、で途中に流れるあはんあはんっていうところが、気に入って、でそれを買いに行こうって CD を、で手がかりはあはんしかないないからね、で、まあ、とりあえず CD 買いに行って向こうの店員さんに初めコマーシャルのことをずっと言うたんです、こういうコマーシャルでこういうコマーシャルここで分かっていただいたらすぐ買えるなと思って、わーって言ってたんです、でもわーどうも分からないです、でどんな感じの歌ですかねって言われたから、まあ、ちょっと恥ずかしいんで、アハンアハンですって言うたんですね、でもね正確に言うたらアハンアハンじゃないんですよ、店員さんがうーんってなって、でもここまで来てアハンアハンって言うたんから本意で言うて見つけないと見つけて帰った方がいいからと思って、あじゃあすいません行かせていただきますって言ってアハンアハンですって言うて店内で言うたんですね、でうーんちょっとまだわからないですねもう他ないんでですかって言うから、もう僕英語全くダメなんで雰囲気ですけど、ワッチョンマイラスリーアハンアハンですって言うからワッチョンマイラ、いやそこは関係ないんですよ、もう雰囲気です、そう雰囲気なんでワッチョンマイラじゃなくこれはメッチョンマイラでもいいんですって、ああもう一回いいですか言われて、もう一回ですか思ってナッチョンマイラスリーアハンアハンって言うたんです、ああちょっとすいません CD 担当呼んできますって言って、お前は何の担当だって聞いてたよ、3回も歌わせてでお前何なんと、ほんで次なまたなんかわけわからん兄ちゃん来て、じゃあでそのねさっき歌って聴かせてたやつがじゃあもう一曲みたいな感じで言われたんで、でもしゃあないからその兄ちゃんにね店内でですよ、マッチョマールスリーアハンアハンって言ったら、そいつもマッチョマールって言うから、いやそこは関係ないんですよ、それは全く関係ないんですよ、でもう一回いいですかって、でもわかりました、チェナマールサマーもうやる気なくなってきて、どうでもいいんですよ、アハンアハンって言うたらそいつがすいません、ちょっと洋楽担当呼んできますもう一回次の担当、結局変えなかったです、洋楽担当も歌わされましたけど分からずじまい、分からずじまいっていう、うん、今でも分かれへんもんねあれは恥だけ書いた10曲近く歌って、そうですね、
つも、今日なんやったら一番がええなと思ってたんですよ。どうしても早く、もう1分でも早く皆さんにちょっとお聞かせしたい、ちょっとお話がね、ありまして、いや、まあ、この世界言いますと、さ、いろんなタイプのスターの方々がおられますよね。その中でも僕衝撃を受けたのは、あれ2ヶ月ほど前ですけども、はい、笑っていいともの、春の祭典があったんですよ、はいはい、僕も出させてもらって、いろいろその月9チームとかいろんなドラマのチーム、で我々笑っていいともチームでこういろいろゲームするわけですよ、ね、ほんならもうみんなもちろん真剣に一生懸命やるんですけど、さあ優勝はって言ったら、木村拓哉さん率いるチェンジ、チェンジ、ね、月9チームなんですよ。やっぱりすごいなと、やっぱここで優勝しやるわと思ってたら優勝しました。さあさらにこのゲームに成功したら賞金200万かなんかは乗っかりますと。そのゲームっていうのがテーブルクロスにワイングラスがいっぱい置いてて、これをワイングラス落とさず引いたら賞金200万ですと。それまでがものすごい盛り上がってて、あれ生放送ですね、もう残り10秒なんですよ。ほんでもスタッフ全員もうこうやって早くしなさい、早くしなさいって言って、ほんでも出てきてワイングラスうわー乗ってるテーブルクロス、もちろん木村拓哉さんがじゃあやりますと。で10秒前言ってるんですけど、木村拓哉さんも一切動かないんですよ。生放送10秒前ですよ。10、9、8、一切動かないんですよ。もうスタッフ全員うわーってやってるんですよ。7、6、5、一切動かないんですよ。どうすんねん、どうすんねんって、4、3ってなった時に初めてバッてテーブルクロス持ってふわーってやったらワイングラス一切動かず大成功ですよ。3、2、1でテーブルクロスバー投げて、テーブルクロスがうわー舞う中番組バーン終わったんですよ。かっこいい。すごいなと、そんなもん我々ならもう銃でもうわーってガッシャーンですよ。ガッシャーンやからね、何よりもね。ほんでもテーブルクロスで最後吹いてるみたいな、それが3秒前まで一切動かず、3、2、1で待ってる中バーン終わったんですよ。すごいなぁ思ってて、昨日ですよ、はい、昨日ね、僕はNHK で携帯大喜利っていう生放送の番組を司会が今田耕司さん、で審査委員長が板尾いつじさんでやってるんですよ。ほんでさあ番組最後に、審査委員長の、板尾いつじさん、ここで視聴者の皆さんに、一言お願いしますって言って、それが生放送7秒前なんですよ。またスタッフ伊藤さん、7、6、5、もう全く、もう全くの無表情でカメラがずーっと寄ってくるんですよ。5、4、3、2、1言って番組終わったんですよ。流れ的に俺になります？どういうことですか？流れ。まあまあこうね、まあまあ、なんか聞きたいなっていう。わかりました。じゃあ行っちゃいましょう。はい。ちょっと前に目黒駅の駅ビルの HMV で、はい、まあちょっと DVD なんやろ物色してまして、はい、そしたら山ちゃん覚えてるっていう、50ぐらいのおじさんが現れたんですよ。でまあ。スーツ着てるおじさんでちょっとしっかりしてる感じだから、あ、これ業界の人かなっていう、思うね。ただ僕全く覚えてないですその人、ただこれ覚えてないまままずいなと思って、覚えてますよっつって、当たり前じゃないですかって言って、でそれでなんかすぐ終わるかなと思ったら、本当っていうなんかちょっと切り込んだ感じが来たんですよ。ああ、これ辛いね。でこれまずいなと思ってもうバーッと思い出したんですよ、でも思い出せないんですよ、だから後に引けないから、いやマジですと、ちょっと逆にこうトーン
シリアスな感じの。いやマジで覚えてるじゃん。俺覚えてるんですか。逆に失礼だな。逆に失礼でしょっていう。でそれでまあその思い出せないまま覚えてますよって、うん、本当ってあっちがびっくりして、うん、いやでもね俺山ちゃんね、うん、あの川口の健康ランドで見た時から売れると思ってたんだよなと思って、うん、10年前の営業のお客さんなんですよ。俺はちゃめちゃ記憶力いいんだよ。それを覚えてて結局まあ覚えたっていうことでその別れましたけれども。丸くは収まった。バレずにね。バレずに。じゃあよろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。僕外を歩いてても、はい、あんまりこう人にこうあ藤井隆やとかならないんで、気づかれないんですよ、はい、で、まあ、それでも外の歩いてらっしゃる人だけじゃなくて、あの先輩とかでもそうで、まあ、先輩が集まってみんな飲んでるとこにおいで言われて行ってカウンターで飲んでたんですけども、後から合流した宮迫さんが1時間経ってトイレ行く時に藤井君おったんって分かる。ほんまそう、オーラがないって言われるんですね、はい、で仕事場でもそうで、ラジオのゲストに呼ばれて行ってるんですけど、うん、マネージャーもいなくて僕さっき一人で入ってたんですよ、うんはい、早めに入ってしまって、うん、で楽屋で一番下座のとこでまた待ってたのも悪かったんですけど、うん、AD さんが入ってこられてパッて見て僕見て「あご本人さんは?」って言うんですね。いやいるよと、うん、呼ばれてきたよって、うん、それはそうですね。なあ、すいませんでしたみたいな、はい、もうこっちがこう恐縮するぐらい謝ったりするんですね、はいはい、でまあ、そういうのがたまにあるんですけど、こないだあったのが僕がここでえ、まさかの えこのタイミングで藤井どうしたの藤井あがし大好き、フィリップ君の話。豚小屋からフィリップ君ですね。もういいですよ、フィリップ君もういいです。お待たせしました。おかえりなさい。マジですか。はい、もうだってよろしいですか。新喜劇の全国ツアーがあって、うん、お客様いっぱい入りはるんですよ、うん、いっぱい入ってで2回公演のその合間に新喜劇の先輩と劇場の近くの喫茶店にお茶飲みに行ったんですね、うんはいうん、じゃあ向こうの方で30歳ぐらいの女の子がずっとこっちのテーブルを見てるんですよ、はい、でまあ、チラチラ見てでこう携帯電話でなんか連絡取って嘘とか、はいはいはい、いや絶対そうみたいなことも言ってるんですね、はい、でなんかメール打ったりとかやり合いをやってるわけですずっと、はい、でこっちを見てるなと思って30分ぐらい経ってさあそろそろ帰りましょうってなって席を立った時にその女の子がファーって寄ってきて僕に向かって中村先生ですよね。いるんですけど、中村先生っていう新喜劇の作家の方が、ね、誰にもいるんですか。ものすごい残念でした。残念やな。本当十何年前ですけども、大阪の添右衛門町っていう、まあはい、その夜の繁華街がありまして、うんはい、そこをね仕事終わってで、まあ、みんなでご飯食べたりして朝のね4時ぐらいに歩いてたんですよ、はい、ほんならやらしやがらー言って女性の声が、うん、ほんでバーって行ったら、うん、2人のホステスが、はい、ものすごい喧嘩してるんですけど、その両方がそのハイヒールをお互い脱いで、はい、おめえこらー言ってやってるんですよ。うらやらしゃおらお前うちの客取ってやろうらー言ってるんですけど、そのこっち高くてこっち低いから二、うん、人がずっとこう回るんですよね。こうめっちゃおかしいですそれが。自然の摂理やもん。
僕の家族の話でして、はい、うち4人家族で、父ちゃん、母ちゃん、姉ちゃん、僕なんですけども、で家族で一家団らんしてる時にあだ名の話になったんですよね、うん、でうちの母ちゃんは八重子って名前なんで、八重ちゃんと呼ばれてたと、うん、でうちの父ちゃんはよく小学校時代に鼻水を垂らしてて、ここに跡が残ってるんで線路って呼ばれてたと、うん、まあ、でじゃあ姉ちゃんはって聞いたら姉ちゃんはないって言ってたんですよ、うん、でも今僕姉と二人で今住んでまして、で鍵をなくしてしまいまして、で姉の職場にちょっと姉ちゃんにちょっと鍵借りようと思って行ったんですけど、その時に受付の人にすいません中村美智香の弟なんですけども、ちょっと姉呼んできてもらっていいですかって言ったら、その受付の人が、あ、わかりました、誰かラリアットさん呼んできて。あ、だんだなんでこんなことしたんですか。うちの姉ちゃんプロレス技で呼ばれてたんですよ。女性やもんね。そうです。あだ名がラリアットだった。なんかなんかわかんないですけど、男性に似てるとかそういう問題でもない、まあ、多分結構太ってるんで、あ、まあ、そうかもしれないですけ ど、 どそれにしては最悪なあだ名だな。反省に似てたら反省やもんね。まあ、じゃあ短いので、相方の浜田さん、結構なんかキャラクター的にね、怖いもん知らずみたいな、その根性座ってるみたいな、なんか感じじゃないですか。昔ね、二人で、まあ全然売れてない時ですよ、なんか余興というか、もう営業にね、二人だけ、もうマネージャーもついてきてない頃ですよ。生かされたんですよ。で、なんかこう、漫才前ぐらいに緊張しよったんかな、もうなんかトイレ、公衆便所みたいなとこ入っていったから、ちょっと俺おもろそうやから、ずっとついていったら、なんかお腹下してたみたいでうんこしとんねやん。でさーっと入っていって、あいつのそのうんこしてるところのドアをバーンって蹴ったったんですよ、はいはい、そしたら、はい、あの根性ありそうに見せてるあいつ、はい、後輩でね、レーザーラモ RG って言ってるんですよ、もうちょっと天然というよりもちょっと人間的にちょっとおかしいやつで、例えば中学生の頃にセガサタンってあったじゃないですか、ずっとなんかゲームするときにそのセガサタンのコントローラーを逆に持ってずっとプレーしてたりとか、そう気づかんとやってたり、野球草野球チームやってて入りたいって言って、ほんなら大リーグ好きなのでぜひとも草野球やりたいって僕のチームにも入ってきたりとかしてるんですけど、全然ルールを知らなくて、ほんまにベタにフライで走ったりとか、一塁へヘッドスライディングしたいのに足からスライディングするようなやつなんですよ。そんなちょっと変なやつで、でそれである時その梅田花月で芝居をすることになって、でひょんなことが RG がツッコミをする役になったんですよ。ほんなら実は愛媛県出身で愛媛なまりがあると、で大阪の舞台って関西弁じゃないとお客さんに笑ってくれないところがあって、でこのままだったらその RG のツッコミの部分っていうのがダメやから関西弁のツッコミ練習しようかって言って、もう全員メンバー、あとその野生爆弾っていうやつとか、他に後藤秀樹っていうやつとかで一緒にみんなでやろうかって言って、なんでやねん、なんでやねん、いや違うねんって言って、その方言やったらおかしいよって言ったら、RG がもう僕無理ですわって言って、もうダメです、もうできませんって言ったら、その本を書いた作家の森っていうやつけてて、アホかお前って言って、今な支配人から芝居の時間が長いから削れって言われてんねん、ほんなら今な削るとなったらお前のこの RG のお前のツッコミの部分しか削るとこがないねんって、でも俺嫌やねん、俺生まれて初めてみんなのために書いた芝居ねん、全員にいいところを美味しいところ与えてんねん、俺削りたないねん、だから俺支配人に言おう思てんねん、これもう削るなんて嫌ですって言って、だからお前が頑張らな、このお前出番なくなんねんてって言うて、森が初めてその森が怒って、そしたら RG が森に向かって、まあまあ森さんお気を確かにって言ったんですよ。ようしてるでしょ。鼻の立つ。もう。どうかしてる。速攻削られてる。びっくりしましたよ。僕中学
時代クラブで軟式テニス部に入ってまして、で僕がちょうど1年生の時に、3年生の先輩で双子の方がいらっしゃったんですよ。でちょうどその時に赴任してきた先生がもうむちゃくちゃ厳しくて、いつも僕らが練習してる感じやったらもう腹立ってしゃあないんでしょうね。で夏休みの練習中にちょっとみんな集まれ言うて、並べ言うてガーッて並ばしたんですよ。でまだダラダラしすぎや言うて、向こうの端からビン出していったんですよね、一人一人。ほんでたまたまいつも仲悪いはずの双子がたまたま集まれって一気に集まったもんやから並んでたんですよ。で先生ビンタしていって双子の片一歩ビンタして、もう片一歩ビンタして、多分先生同じ顔ビンタしたからおかしなったんですよね。次のやつから一人二発なってる。これテレビ出るときに僕たちスタイリストさんがいまして、はい、あの衣装をねこうやって用意してくるじゃないですか、テレビ出るときに。僕も今日スーツを今日スタイリストさんが用意してくれたんですけども、やっぱ若手のときはあの自前でロケに行ったりとか、はい、あのテレビ出るんですけども、初めて僕がスタイリストがついたときの話なんですけども、あの関西の夕方の生放送の番組で、あのアナウンサーの方とで、あの太平三郎師匠と、はい、そして掛布さんと、でお杉さんと僕の生放送やったんですよね。はい、でその番組はですね、あの衣装室で皆さんが衣装を着替えるんですよね、衣装を着替えて皆さん楽屋に戻るんですけども、僕はペーペーやったんで楽屋もなかったんですよ、で皆さんがまあ何となく衣装を着替えたなと思あの終わったなと思って衣装室に行ったら、はい、誰もいなかったんですよ、スタイリストさんも。でカーテンでこう部屋が区切られてて、うん、1個だけカーテン開いてたんで、あここやと思って入ったんですよ、ほんならちゃんとハンガーに服がかかってあったんですけど、でズボンも畳んで置いてあったんですけど、まあ、自分の服を脱いで、ズボン履いたんですよ、あのでコーディロイの茶色いパンツでちょっと大きいんですよね、まあええわと思って、で次ね服を白いタートルネックの、ちょっとラメがパッと入ってるんですよ、こんな僕ちゃうねんけどなと思いながら、若手やし24、25やったんで、でまた上ハーフ服着たら黒いロングコートなんですよね、ロングコートちょっとでかいんですよ、すごいっすね、でかい。ほんで鏡で自分の姿見たら全然若々しくないんですよ。もう嫌やなと思いながら、でもまあスタイリストさんが用意してくれたから、これで今日頑張ろうと思って、本番10分前ですってなったんで、僕はもうスタジオに向かったんですよ。ほんなら後ろがバーッとお杉さんが走ってきて、陣内それ私の私服って言われたんですよ。私服を僕衣装や思って着て、なんかちょっと匂いも若干なんか香水臭い。私の父がですね警察官なんですけど、はい、で警察官ってやっぱ休みが不定期で、なかなか休日とか一緒にならなくて、小学校の時とか運動会とかやっぱ来れなかったんですよね、休みが合わなくて。で中学1年生の時に運動会と休み、父親の休みが一緒になってやっと行けるってことになって、で嬉しいと思って父親も張り切ってビデオカメラ買ってすごい来てくれたんですよ。でもやっぱ父親慣れてないんで、運動会でこうビデオ撮影する場所が決められてるんですけど、いい場所がやっぱ撮れなかったんですよね、はい、でもやっぱりこう一生懸命撮ってくれて、で運動会終わって帰ってこう見た時に、同じクラスに私と似てるです、ショートカットで眼鏡でぽっちゃりの谷口さんっていう子がいたんですけど、ビデオを見たら8割谷口さんだった。悲しいな、もううわーと思って、もううわーと思って、で自分の子を間違えるかと思って、やっぱり父親をバーって責めちゃったんですよ、なんで間違えたのっつって、で父親がシュンとしてこう自分の部屋に行っちゃったんですね、で私もちょっと言い過ぎちゃったかなと思って、せっかく来てくれて楽しんでくれたのに申し訳なかったなと思って、ちょっと謝りに行こうと思ったら、ビデオってこうねラベルをつけるじゃないですか、ディズニーランドにてとか、はい、タイトルみたいな、それでこう父親がそのタイトル書いてたんで、こうパッて見たら「谷口運動会」って書いてあった。もうタイトル書いた。いらっしゃると思うんで、ちょっとあらかじめ最初に言っときますけど、ちょっと
5月にでっかい記者会見開きましたそうね、はい、結構自分でもでっかいなと思ったんですよ、ね、で、まあ、結構大きい会見の後にいろいろ言われまして、でちょっと精神的にもダメージがちょっと大きすぎてですね、これはお寺に行きましょうということになって、後輩連れてお寺に行ったんですよ。で初めて行くお寺で、山梨県のすっごい由緒あるお寺で、めちゃめちゃでかいところなんですよ。でそこに行ってお参りしましょうっていうことになって、で行ったんですよ。そしたらあのお寺の本堂に行くまでに500段ぐらいのヤクルトスワローズが合宿しそうなぐらいでもこれを登らないとやっぱ本堂のお参りはできないんですよ。でまあ登ろうと思ったんですけど、いくらなんでも無言で登るのはきついので3人で行ったんですけど、100段ずつ数えていきましょうかと、分配しましょう、で気持ちよく数えながら行きましょうって、で後輩が担当してくれたんです。0から100はじゃあ僕がやります、で100から200は僕がやるんで、200から300じゃあ河本さんでで言って分配してこう登っていこうってなったんです。でまず0からまあまあ後輩がバーッと1234ってで100ついて、で100段おきにまあちょっとした小休憩のできる3人掛けぐらいのベンチがあって、ずっとそれがあるんです。ほんでまあ老人の方が結構たくさん来てるので、そのご老人の方とか休まれてて、で100から200はじゃあ僕がやりますわって100から200行って、でこういうで休憩場のところに行ったら50代ぐらいの夫婦の方がベンチで座られてたんですよ。でそれ空いたら俺らもちょっとだけ休憩して、200から300移動も言って、あの50代の夫婦の方が上がられて、で僕らちょっとだけ休憩して、よしほんなん行こうか言って、僕の担当で201、202、203ってこう警戒に行ってたんです。ほんならまあ50代ぐらいの夫婦の方とまあ差はあったんですけど、僕らの方が早かったので追いついて、同じ階段に差し掛かった時に、ああれ来た、うん、あの河本さんですよね、ああそうなんです、あこんなとこまで来るの、あそうなんですよ、ちょっとあのいろいろあってあのお参りしようかなと思ってるんです、あ大変やったねでも頑張ってよって言われて、そこからずっと足並み揃えてついてくるんですよ50代夫婦が。で僕数えてるので、ありがとうございます、210、211、212、河本さんこの間私あのそういえば目黒で見ましたよあそうですか、ありがとうございます、221、222、220、河本さんって目黒のあのダイエーのスーパーの近くですか、お家はああそうなんですよ、227、228、229、私最近あそこの目黒に引っ越してきまして、ああそうなんですか、230、233、目黒の2丁目に住んでるんですよ、ああそうなんですか、230、え目黒の2丁目違うよっつって親父が言い出して、あれ3丁目だよお母さん、え2丁目じゃないの、3丁目に引っ越して数字言わないで2とか3とかから後輩に預けて、300から500まで後輩にずっと数えてこれちょっと、まあ、切ない話っていうか僕がダメなのかもしれない話なんですけど、ちょっと前に教習所行きまして、教習所で食堂って、はい、教習所に、はい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 、でまあちょっと時間あるから入ろうって、はいはい、バッと入ってったらおばちゃんが、あ食券買ってねって、はい、あ、はい、言うんですよ、はい、あこれ食券買うシステムかと、はい、あごめんなさいっていうことで、はい、まあ、食券をこう買ったんですよ、はい、でカツカレーと、はい、アイスコーヒー、はい、押して出てきたらおばちゃんがバッて外って、はい、はいはいカツカレーとアイスコーヒーねって言って、うん、取ってくれたんですよ、はいはい、で自分でバーンって走ってってその調理場に出して、はいカツカレーねって言って出してくれて、でアイスコーヒーはこっちで私が作るからねって言って作って、であごめんなさいねガムシロ入っちゃってるけど甘くて大丈夫ってすごくいいんですよ、で出してくれて、ではいストローねって、でここのテーブルでいいって言ってテーブルもセッティングしてくれて、でカレー2分だけ待ってねって、ああ、はい、で僕はもう単純に、あじゃあカレーも持ってきてくれるんですねって言ったら、うん、おばちゃんの顔色が急に変わって、セルフでって言うんですよ。何でですか？急に。え？いやセルフサービスですけど。って、はい、あいやいやわかるけど、食券の感じで大体セルフ。いやなんかその流れで言うと、もともとそのつもりだったのに、なんかね流れで言うとそうなのかなと思って聞いたんです。したらそのおばちゃんがその後に。うんそっかごめんなさいね私がサービスしすぎちゃったばっかりに悲しいですねもうちょっと意味
が分からないよ。どういうこと？はいはい、いやだからこれをな、はい、いっぱいなったら、はい、次撮るときにこれを一旦パソコンに落とさなあかんから、はい、パソコンを持っていかなあかんやんけ、はい、って言うんですよ。いやいや誰が3泊4日の旅行で60時間も飛んでんと。まあね、そそうですよ、ね、誰が60時間飛んねん、はい、って言ったら、はい、あいつが、はい、いや俺なんかめちゃめちゃ回すから、この間旅行行った時も、うん、50時間分の DVD を持って行った、はい、にしても、はい、まだ10時間あるやん。まあね、何じゃそれ言って、よくよく誠二と一緒に旅行行ったやつ聞いたら、50時間分の DVD 持って行って本体忘れていったんや。死ねハンディカムを持ってきてたりしないんですよ、うん、ほんでここらはちょっと一丁、はい、ちょっとなんか気をあの思い出に残る、うん、残すためにも、うん、なんか持っていかへんかって言うんで、ほんで、はい、じゃあ僕が一番先輩なんで俺買うわと、はい、そのビデオを、うん、ね、うん、っていうことで、あ、僕全く家電に疎いんですよ、うん、はいはい、ね、はい、そう言うたらうちの兄が、はいはい、えらい子供を撮ってるぞと。はい、可愛がってね。ほんでちょっと前になんかこうたというような噂を聞いてると、はいはいはい、これはちょっとあいつに聞こうかなと思って、はいはいはい、ちょっと誠治、あの俺それ買おうと思うねんけど、どんなんがええのって言ったら、お前今はすごいぞお前って言って、はい、あのもうテープとかやないねん今は、はい、言って、俺が持ってんのはええぞって言って、はい、あの DVD をそのまま入れたら DVD に撮れると、はい、これはテープと違ってかさばらへんしいいぞって言って、あ、ほんまって言って、じゃあそれ買うわって言って僕電気屋さん行ったんですよ、はい、ほんでなんか今はその DVD に直接撮れるっていうのはあるんでしょって聞いたら、そのお店の店員さんが、いや、あの実は1週間前にこれ出ましてと、でこれ何ですかって言ったら、ハードディスク内蔵で、うん、この何も入れずに、うん、この本体自体が記録すると、テープも DVD も一切いりません、めっちゃいいじゃないですかって言って、はい、あ、でもその容量が狭くて、その数分とか数時間ぐらいしか撮れないんでしょって言ったら、そのなんと何も入れずに60時間撮れますよ、うん、マジっすか言うて、それ買ったんですよ、はい、ほんで楽屋戻ったら、おー何ゴーデン、俺の言うたんゴーデンが来たんですよ、はい、ほんで、いや誠治お前そう言うけれども今は新しいの出てて、はい、もう内蔵されてんのがあんねん、はい、って言ったら、自分が持ってるやつよりいいのを買われたんだ、はい、めっちゃ腹立ったんでしょうね、はい、なんか顔色変わって、はい、ほんだろお前旅行先にわざわざパソコン持っていかなあかんねや、めんどくさって言い出した。もうちょっと意味が分からないけど、どういうこと、はいはい、いやだからこれを、はい、ないっぱいなったら、はい、次撮るときにこれを一旦パソコンに落とさなあかんから、はい、パソコンを持っていかなあかんやんけ、はい、って言うんですよ、いやいや誰が3泊4日の旅行で60時間も飛んでんと。まあね、そりゃそうですよ、ね、まあ、そうです、誰が60時間飛んねん、はいはい、って言ったら、あいつが、いや俺なんかめちゃめちゃ回すから、この間旅行行った時も50時間分の DVD を持って行った、はい、にしても、はい、まだ10時間あるやん。まあね、何じゃそれ言って、よくよく誠治と一緒に旅行行ったやつ聞いたら、50時間分の DVD 持って行って本体忘れて行ったんや。死ねうちの家ってすごい、こうさっきもジュニアさんおっしゃってたんですけど、すごい貧乏なんですよ、親父が小学校の 2歳の時にも出て行ってしまって、4畳半1間と3畳の部屋やったの、3畳はあの兄弟4人多いんで全部荷物がそこに入ってて、4畳半1つやったんですよ。でも子供の時からバイトさせられてましたよね。で、せめて、あの節分の日に、はい、せめて巻き寿司を、関西ではあの巻き寿司をあの空に向かって食べる、無言で食べるっていう服が来るというので、で巻き寿司をせめてその日ぐらいは食べようと思って、うん、兄弟でこうバイトしてお缶も出して出し合って巻き寿司を5本家族分買ったんですよ。その時にたまたまあのガス代と電気代払ってなくてビターッと止まりましたよ、ね、電気止まったってなって、
兄貴がろうそくを持ってこいって言ってろうそくつけてパーってこうろうそくつけておかんとか探しに行ったら、うん、おかんがベランダ向かって思いっきり負けずし向こうで食べてたんだめっちゃ服着てほしかった本気やそんな電話やったん。いやひどかった。便所にこれぐらい穴があったんですよ。ええ、それを直せなかったんですよ。それは座ったらここに穴がボンってあって外から人がもう見える外ですか。外の子なんだ。外で、そうですよ。すっごいな、はい、ほんでおかんに直せ言うたらおかんが竹2本入れただけ竹におしゃれにしてね。タイムスリップしてきたみたいな。親父の絶叫の話なんですけど、まあ、うちの、両親はもう79ですよ、両親は、まあ、健在なんですけど、79ですか、もう来年80歳、はい、完全な老人ですよね完全なもう老人ねまあまあこう言うててもしょうがない、まあ、ほんでまあうちのおかんは結構しっかりしてるんですよ、はい、なんかな女の人ってああいうしっかりしてるんですかね、割と全然どこも悪いとこもなくて頭もしっかりしてて、ただ親父の方が若干やっぱりツッコミ用のないボケを言うんですよ、ありましてね。でちょっと前も上海万博に行ってきたって言い出して、行ってないんですけどね。でどうやったんって聞いたら、まあまあやな。架空の中で割と手厳しいけど。そんなんなんです。でまあまあそうは言うてもたまには飯食おうか言って、はい、結構親父とは久しぶりに松本家で、はい、2ヶ月先月2ヶ月ぐらい前ですかね、はい、みんなでご飯食べたんです、はい、でまああれうちのおかんが特にそうなんか知らないんですけど、僕ほんと嫌なんですけど、はい、なんか息子の前でちょっと熱々ぶるんですよ。うちの夫婦はまだ健在よみたいな。炎燃え尽きてないから、そこそこなんや夜もやってるし、雰囲気ですよ。そんな雰囲気をこう出すんだあと思って、ほんな前で「お父さんあれやで、お刺身食べるか」って言って、そやったこともないくせに、はい、マグロをね、はい、こうなんかこうやるんですよ。気持ち悪いでも親父はずっと中央ちょっと見てる感じがで、お父さん食べて食べって言ってでマグロをこうやるんですけど、あんまり慣れてないし、はい、おかんももうちょっともともと目もあんま良くないんで、はい、マグロが親父のほっぺたに、はい、ペサーって言ってたのめっちゃ冷たかったんでしょうね、はい、親父あその絶叫は国道まで響いた。あんまり聞きたくないな親父の絶叫。FM でちょっと番組やってました。 FM ラジオで、はい、結構ミュージシャンの方来ていただいて、まあ言ってもデビューしたてとか駆け出しのミュージシャンが来る番組なんですけど、うん、ある日なんかニューアルバム出すからって言って、うん、矢沢永吉さんが、来てくださるってなって、で、まあ、5分10分のインタビューかなと思ったら1時間半の番組なんですけど全編出てくださるって、でこれはと思って、もう昔のもちろん曲も聴いたり、過去のなんかインタビュー素材とかも全部取り寄せて読んだり、自伝も読んで、もう猛勉強して、でも本当失礼のないようにと思ってその日を迎えたんですよ。そしたらこう入り時間の5分ぐらいの前にもうお付きの人と矢沢駅さんばっかられて、なんか約束とか守るんだみたいな、なんか、遅れてもいいし、なんだったら来なくてもいいぐらいの人じゃないですか。そこにすごいびっくりして、でこう打ち合わせ もう僕もそうですけど、ディレクターも作家もみんなもうガチガチで、こここうでああでこうでこうでああでこうさせていただきますって言ったら、その矢沢さんが、まあとにかく今日はラフに行こうよと、もう硬い話もなしだし、もうとにかくいい時間にラフにとにかく楽しくやろうよみたいなこと言ってくださったんですよ。ああよかったと思って、多分俺らが緊張してたんでリラックスさせてくださったんですよね。で優しいなと思って、でこうブースに入る時になんか矢沢さん花が好きだって言ってたんで、なんかこの卓上に置くちょっとした花も用意して、したら矢沢さんパッと花見つけて、いいねこの花大好きなんだよ俺、花これ持って帰ろうかなみたいなことも言ってくださって、結構上機嫌になったんですよ。でいざ始まって結構昔の話とかこう一生懸命話してたら、すごくいい雰囲気で、なんか普段話さない話とかもどんどんしてくださって、なんか結構上機嫌にバーッと進んでたんです、いい感じで。で残り10分ぐらいになった時に、
上京の時の話までしてくださったんですね。なんか広島でもとにかくビッグになりたくて、で夜行列車に飛び乗ったんですよね。でもなんか東京を目指したんだけど、夜行列車の椅子のが硬くてお尻が痛くて横須賀で途中で降りたと。でそこにはあの米軍があって、でそこでそのなんかそういうゴーゴー喫茶みたいなところで本場のロックに触れて、ロックを本当に志したんだよみたいな話もしてくださったんですよ。でも残り10分ぐらいで、まあ一応僕も芸人の端くれとしてもういい雰囲気だし、ちょっとこう人ユーモアかましたくなったとか、まあ簡単に言うと A ちゃんを笑わしたくなって、まあいい雰囲気だしと思って、その話の後に、いやじゃあ矢沢さん、それもうちょっと手前の小田原あたりでお尻痛くなってたら小田原で降りてアサリ取りにでもなってたんじゃないですかって言ったんですよ。かましたしたら、今までニコニコだった A ちゃんがガッて眉間にしまして、ガッてこううつむいたんですよね。やばいと、なんかこう若手時代の話を茶化しちゃうみたいになって、怒らしちゃったと思ったんですよ。したらずっと5秒ぐらい、下手して10秒ぐらいパッてやって、パッて俺の方見て、俺アサリ食えないんだよねっつったんですよ。そんな真剣に考えてくれてたんですよ。真面目な人やろ。あんだけラフに行こうって言ってたのに、そんな考えてくれてたんだみたいな。まあ、怒ってない、怒ってやろう。で最後それじゃあっつって、もう鼻置いたままそのまま帰り、すごく素敵な方で、すごい貴重な経験させていただきました。なんか私は大きいところでいつもライブやってるから、バスタオル巻いてるでしょ、はい、で今年はちっちゃいところでやるって言うから、はい、なんかタオルもじゃあちっちゃめのハンドタオルですかって言うたら、はい、ってやられましたけど。人体の不思議というか、人体の不思議、まあ、人間の体ってよくできてるなって思った話なんですけど、3年くらい前に家で一人でテレビを見てたんですね。でまあ、そろそろお風呂に入ろうかなとか思った時に、ちょっと尿意を催してきたんですよ。でまあ普通だったらまあそのままトイレに行くんですけど、ふと思ったんですね。これトイレに行かずにこのリビングでもうこのままの状態で、もうズボンとかパンツとか履いたままこのテレビを見ている体勢で出してみたらどんな感覚なんだろうなってちょっと思ったんですよ。っていうのも今までの人生でやっぱ幼少の時とかこうやむを得ず漏らすことってあるじゃないですか。でもこういう出しちゃいけない状況で自分の意思で出したことってそういえばないなと思って、革新的にどんな感覚なんだろうと思って、でまあちょうどお風呂にも入ろうと思ってたし、もうすぐパンツもズボンも洗えばいいだけの話ですから、まあリスクはないんですね、誰も見てないし。でまあリスクないんだったらまあ試してもいいんじゃないかなと思って、でやってみたんですよ。やってみた。そしたら、うん、人間の体よくできてて、うん、出ないんですよ。っていうのが今まで30何年間ずっともう漏らしちゃいけないって教え込まれてるから、うん、はい、無意識にもう抑制力が働いて、はい、なかなか出ないんですよ、はい、もう脳はもう分かってるから命令してるんですけど、膀胱はもう全然いやもう出さないってなって、はい、あこんな感じなんだと思って、で無理して出したんですね。そしたら今度はもう今まで散々抑え込まれてきたものを一気に解放するからめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。でまあもうそんなリビングでそんなことしている背徳感とかそういうこともあるし、もうめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。こんな感じなんだと思って、でそっから徐々にこうびしょびしょになっていることのなんかこう不快感というか後悔とかがやってくるんですよ。いやこんな感じになるんだって思って、でパンツとズボンを脱いで洗濯機に入れて、でお風呂に入ったんですね。でまた次の日テレビ見てたんですよ。そしたらまたちょっと尿意を催してきて、ちょっともう一回やってみようかなって思ったんですね。すごい気持ちよかったし、でまあリスクもないですからもらえばいいと思うあると思うねんけど、部屋とか匂いとかあると思うよ。全部ズボンで吸い込んでしまえばノンリスクですから、誰も見てないし、僕が言わなければ怒ったことにはならないわけですから、やってみようと思ってやってみたら、まあ多少まだ出にくいんですよ、やっぱ30何年間のものがあるから。でもやっぱりもう一回派手に解放してるから、割と早い段階で出すことができたんですね。ただやっぱりもうその抑制力が弱まってる分、気持ちよさもそうでもなかったんですよ。あ、こう抑制力と気持ちよさってやっぱこう比例してんだなと思って、でまたパンツとズボンを脱いで洗濯機の中に入れてお風呂に入ったんですよ。で、あ、こういう感じになるんだと思って、人間の体ってよくできてんだなとか思って、でもそれ以降その
行為はもうやめたんですよ。さすがにこれはちょっと大人としてダメだと思って、でまあただ勉強になったなとか思ったんですけど、そっからあの1週間くらいもうおねしょが止まんなくなっちゃったんですよ。もうパカパカになっちゃって膀胱がバカになっちゃって治んなくなっちゃって、だからもうこれ絶対やっちゃダメ。なんやそれ、ずっとリスクやし、もうリタイアし、なんやねん。僕が、小学校の時のお話をさせていただきたいんですけども、父兄が集まった、あの劇をやりますから、全校生徒の皆さん集まってください、お母さんがみんなで練習した劇があるんです、桃太郎なんですけど、でお母さんは、僕のお母さんが犬の役という大役を任されたんです、まあまあすごいとこやね、いい役もらったなお母さんって、でお母さんも頑張るから見といてなって、まあ、すごいまあね、いい役なんで僕もね、みんな友達集めて、あの犬がうちのおかんやから、桃太郎が出てきて、であの腰につけたきびだんごでね、もう手はあとやってたら犬が出てきて、桃太郎さん、桃太郎さん、お腰につけたきびだんご一つ私にくださいなっつってね、お母さんが出てきたんですよ、わーって全身真っ白のね、このタイツで、でこっちをこうしてね、こう犬の形でパンチして、でいやーすごいお母さんやって思ったんですけど、拍手が あれあれあれみたいなことになったんですよ、みんな全校生徒がもうあれあれおかしいよみたいな、パッと見たらお母さんその白の全身タイツの下に下着で真っ黒のパンツをして、マジやん、お腰につけたきびだんごをちょっと渡してくださいって言ってたんですけど、なみたいなどうしようと思って、いやそれ絶対嫌や俺、こんな嫌なこと、もういやーもう頼むわ思って、きびだんごもうて、じゃあ一緒に鬼退治に行きましょう言って、ケツプリンと負けたらティーバッグやったんですよ。なんでその犬の形だけ出会えるんですか。3年ぐらい前ですかね、あの僕足を骨折して入院したんですけど、でまあその入院中は、まあ、たくさんの方見舞い来てくれるじゃないですか、まあ、スタッフさんだったり、まあ、同業種の仕事の方とかいろいろ来てくれるんですけども、まあ、その中にうちの相方の鈴木も来た日がありまして、でまあコンビですからマンツーで会うのは恥ずかしいみたいなんで、後輩3人ぐらい連れて来たんですよ。でまあ俺も一応お前は今でええわみたいな、なんでだよみたいな、ちょっと軽いやり取りもしながら、で後輩たちがなんかこう見舞いの品みたいなんで、これ面白い映画の DVD ですとか、で他の後輩はこの漫画読んでみてくださいみたいな、ちょっと使える系ので、うちの相方はなんかこう本屋で買った紙袋みたいなのをバー出してきて、これは今必ず読むべき本だこの時じゃない時に読まない方がいいみたいな、すげえちょっと強めの振り入れてきて、でバッと開けてみたらなんか足つぼマッサージの本なんですよ、で多分なんか今そんなところじゃないわみたいなことを突っ込まれようとしてんでしょうけど、その立てすぎた振りも腹立ったし、で足つぼっていうからにはまあ俺片足は骨折してるけど片方はいけるから押して健康にもなれるし、なんかこう微妙なラインになっちゃうし、振り切れない、そうなんですよ、だからもうまあ一応まあまあありがとうみたいな、すかす方のツッコミして、いやなんだよみたいなこと言われながら、でまあいろいろ話とか後輩らとして後輩の近況を聞いたり、僕の病院での出来事とかいろいろ話して、1時間ぐらい経ってじゃあ帰りますわみたいな感じでみんなが帰り始めたんです。で後輩さんにバーって出て行ったら、あいつ一人だけ残ったんですよ。でまあよ、ずっと忙しかっただろうからよ、まあ、神様がちょっと休めっていう意味でわざと怪我させてくれたんじゃねえのみたいな。でまあこれから1ヶ月はよ、そのドランクドラゴンという看板は俺が背負って頑張るからよ、まあ焦らずにゆっくり安静にして治療に専念してってよみたいな感じのちょっとかっこよさげなこと言ってバーって出て行ったんです。いやある程度寒いと思ったんですけど、それよりなんかちょっと感動の方が大きくて、あこいつこんな一面あるんや知らんかったっていうのと、頼りがいのある感じとか、ちょっと男前のフレーズとかにちょっとうるっときて、ああーっとなったらツタッとこう涙出てきたんですよ。あいつと組んでてよかったんかもなみたいな涙流して、
でまあそこから1ヶ月病室でずっとテレビ見てたんですけど、あいつ一回もテレビに出てこなかった。急には無理やしな。そうでも俺が頑張らな思いました。はい、大田川のでの話なんですけども、はい、まあタクシーになりまして、仕事でうちの会社吉本興業がありますところまで行かなあかんと、うん、僕寝坊してしまってもう時間がえらいないんですよ、うん、でやばいなー思ってタクシーに乗ったんですけど、えらい混んでて、うん、で運転手さん、これ5時にうちの会社まで行きたいんで、千日前まで行きたいんですけど5時間に合いますか、いやーこれ混んでるからなー、出やろうなー言うて、ものすごい親身になってくれはって、あー兄ちゃん芸人さんやな、いや出やろうな、千日前通り次第やなと、うん、もうすぐこれまっすぐ行って右曲がった千日前通りなんですけど、これここ混んでるけども、まっちゃまちす千日前通りが空いてたまにあったもんねんが、でやろなでやろなって、えらい親身になってくれって、はい、ありがとうございます、まあ急ぐわな兄ちゃん、それな遅れたあかん言うて、で行ってくれって、はい、でやろな言って千日前通りパッと入ったんですよ、うん、めっちゃ空いてたんですよ、うん、その瞬間におっちゃんが、うん、やったぜベイビーって言う。これ僕が小学校の時なんですけど、お父さんが家に帰ってきて、ただいま言うて、でお帰り言うて、大輔プレゼント買うてきたったぞって、これ珍しいことなんですね、お父さんが。ほんで、あほんま言うて、でパッて見たらカセットテープやったんですよ。ほんでお父さん、うわありがとう言うて、パッて見たらアニメ大全集って書いてあったんですよ。でわお父さんアニメ大全集やありがとう言うて、おう言うて、聞いていい、聞けそんなの聞けよ言うて、ほんでそれをこうカセット入れてパーンって聞いたんですよ。ほんで1曲目パッて見てたら、宇宙戦艦ヤマトやったんですよ。一番流行ってた時や、はい、でうわヤマトやお父さんありがとう言うて、おうヤマトや聞け言うて、でこうスイッチ入れたら、でん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 って始まって、さらば地球よって始まったんですけど、もう佐々木勲じゃないんですね。歌声が。声が。で、お父さん、これ、もう佐々木勲違うやろ。かまへんやろ。ほんで、まあ、かまへんか、思って、ずっと聞いてたんですよ、僕も。ほんで、最後の、宇宙戦艦ヤマト。全然違う。2年ぐらい前ですかね、はい、東京なんですけど、大阪の方がやってらっしゃる居酒屋さんに飲み行ったんですね、はいはい、でその日サッカーの日本代表の試合があって、どっかでなんか飲みながら見たいななんて探してて、でもあんまりああいうのってやっぱ盛り上がるから、すごいなんか盛り上がってる店行ってなんかガーってなるのも嫌だしと思って探したら、たまたまそのお店、サッカーうちのお店もやってますって紙も貼ってあるし、中見たらあんま人もいないし、ちょうどいいと、ちょうどいいなと思って、うん、で入って、うん、したらまあいわゆるカウンターがあってテーブルが何個かあって、うん、でおばさんが4人ぐらい働いてたし、それ全員も大阪の方なんですよ、まあ、関西の方、うん、でこのうちのカウンターなんですけど、僕はここに座って、うん、でこっちにおじさんおばさん、うん、であとまあサラリーマンの方何人かいらっしゃるんですけど、うん、この座ってらっしゃるおじさんとおばさんも関西の方なんですね、うん、ほとんどもう全員関西の方なんですよ、うん、でこの辺にこうテレビがあって、まあ、見ながら飲んでたんですけど、うん、このおじさんがまあ僕にこう気づいてくれて、うん、あれバナナマンさんやねってこう言ってくれて、あどう関西ですかね、おもろいねテレビ見てるよおもろいねって言ってくれて、うん、ありがとうございますって言ってて、もうちょっと面倒くさいなと思ったんですけど、まあでもまあありがとうございますじゃ横のおばさんはあんま知らないんですね、うん、誰やの誰やの、何やの、ザマってまたいいんですけど、いやこの人はあのバナナマンさんって言ってテレビに出てらっしゃる、すごくいろいろこうやってて面白いあの人なんだよなんて言ってて、あそうなんやそうなんやなんて言いながら、あの頑張ってますよ笑いやってますなんて言いながら飲みながらサッカー見てて、2時間ぐらい経ってサッカーの試合も終わって、でこの方たち結構喋ってて、そのおじさんが結局熱々分かった、この方はこの店のオーナーだったんですけど、どっかこう奥の方に行かれて、僕とその後輩とこのおばさんと3人で喋るなんかこう空間になっちゃったんですね、でずっと飲んでて、おばさんも結構飲まれててはーって飲んでたんですけど、おばさんが、しかしあれはね、最近のお笑いはおもろないね、あーなんかこうちょっと見たいな、俺は
いやそうですか、すいません、なんか頑張ってるんですけどね、僕らも。うまいわ。もう私が知ってるお笑いなんとかさんはこうだったし、あんなんとかさんはこうだったし、みんなおもろいのにおもろないわ、今のお笑いはおもろないわってずっと言われてて、すいませんって言ったら、俺のこの首根っこをグッと掴んできて、あんたのことやぜ。怖っ。直撃やんか。あんたのことやぜ。直撃やんか。あんたのなんかの都政だかなんかトド中のモノマネって、僕あこんなやってたよ、おもろないわ。でなんかもろいし、僕そんなの別にそんなに腹立つことじゃないんですけど、なんかなんでこの人こんなに言うのかなとか、そもそも知ってんじゃないかとか、であれだって別にそんな別に俺だってあれだけど、でもあれを一生懸命やったし、あれでなんかなんか大きな番組ちょっと勇気持って出たものもあるしな、そんなこと何にも知らない子です、なんでこんなこと言うのかなって腹立ってきて、腹立ってきたよな。いや僕あれでも命かけてやってるんですけどねって、なんかちょっと言っちゃったんですよ。いやおもろないわ。もうおもろないわ、気持ち悪いわ、なんなら私がやった方がおもろいわとか言ってきやがって、なんだよと思って、じゃあやってみろよじゃあよっつって言って、トンバさんがうわーってやったらすげえ面白いんですよ。本家をこうグラッと全然面白い、全然上回ってくる。全然上回ってくる。来ました。じゃあ僕は母親の話なんですけども、まあ、あのこの仕事やってますと結構その家族がテレビに出るっていうこと多いじゃないですか、はいはいはい、でうちもこれまで母親がテレビに結構6、7回もう出てるんですけども、最初の頃はもう母親もテレビでやだ緊張しちゃうみたいな感じだったんですけど、だんだんちょっとこう味を締めてきましてですね、もうほんと3回目4回目ぐらいになったら、あのまたテレビ決まったって言ったら、もう真っ先にあのメイクさんつくみたいな、そういう質問をね、そこまでそれがちょっともうこう天狗、素人ながら、であのびっくりしたのがそのサインもね、持ってたりとか、僕実家が長野なんですけど、長野の商店街あの行くと、まあ僕結構こうサイン書いて送ってちょうだいって言われるんで、僕のサインがこう商店街飾ってあったりするんですけど、その横にあの母親のサインも一緒に並んでるんだ、もう調子乗って書いてるんですね母親が。でこれはちょっとさすがにいかんなと思ってた矢先に、あの友達から連絡が来て、お前の母ちゃんすごいことになってるぞと、地元でどうやら勝手に自分でこう仕事をやってると、でちょこれ見てみろっつってパッて出されたら、その地元開催のカブトムシ相撲大会の MC やってたんですよ。スペシャルゲスト藤森美代子カブトム質問大会 MC ガンガン仕事取ってくるって、恥ずかしいですね親がもう。もともと出たいタイプ、いやそうなんですよね、結構ほんと一緒に歩いてても母親がちょっとこう顔を刺されたりとか、そんなのもある、地元ではぐらいなんですよ、もうおばさんタレントや地元のちょっとした、はい、怖いんですけどねこのまま行くと MC って結構重要ですよ、カブトムシといえども。何するんすかねそれね、ちょっとまあ早く土俵上がってくれ。僕はですね、あの中学高校と野球をやっていたんですけども、まず中学に入って野球部の練習の初日にですね、まあ、全然未経験ですから、2年生の、まあ、教育係みたいな人に全員集められて、まあ、とにかく1年はとにかく声を出せと、もうお前らの仕事は声を出すことだって言われて、でただまあ声を出すって言っても一応野球部には野球部の声の出し方があると、それを今から教えてやるって言われて、で野球部のこの声出しっていうのは要はオーウェイっていうことなんですよ、オーウェイって、とにかくもうどんな時でももうオーウェイと言えと、でオーウェイをもうとにかく1年は絶やすなって言われて、もうそこからもう朝から晩までもうずっとオーウェイオーウェイってもう1年は出すんです。でももちろん 2,3 年生も出すんですけど、やっぱ1年が一番出さなきゃいけないので、でもう声がちっちゃいと怒られるんですよ、もう1年声出せって言われて、もうオーウェイオーウェイって出して、でもほとんどもうボールも触らせてもらえることなく、まあ1年生の時はもうそれオーウェイだけで終わって、で今度2年生になって新チームになった時にですね、まあ、試合とかにも出れるようになって、隣の中学に遠征に行ったんですね、そしたら隣の中学は声の出し方ちょっと違って、そこの中学は OA じゃなくて
おーウェイウェイだったんですよ。で、あれかっこいいと思って、今ちょっとやっぱオーウェイにとらわれてて、ウェイを2個出すっていう発想ちょっとなかったなと思って。見えてなかったの。オーウェイウェイはちょっとかっこいいなっつって、僕らの間でもオーウェイウェイが大流行したんですよ。でもう朝から晩までもうウェイウェイってやって、で3年生になって、で今度はもうちょっと遠いところの中学にあの練習試合に行くようになったんですね。でそこ結構強いチームなんですけど、そこはまたオーウェイでもオーウェイウェイでもなく、オーウェイワーだったんですね。オーウェイワー、これは斬新だと思って、ウェイにちょっととらわれてて、ワーを持ってくる発想がちょっとなかったと思って、でそこも強いからそうかっこよく見えるんですよ。もうそっから僕らのもう学校でもオーウェイワー大流行して、もうオーウェイワーオーウェイワーって言って、もその伝統もちゃんと伝わって、2年も1年ももうオーウェイワーになって、で野球部、中学を卒業して、今度は高校に入ったんですけども、高校は隣の市の高校で、でそこは結構強いところで、で1年の部員の数 もう全然もうあの桁違いなんですね。でとりあえず多分1年に入ったからやっぱ目立たなきゃいけないということで、僕はもうとにかくもう今まで培った応援ワーをもうバンバンに出して、もう応援ワーっつって、で他の人たちはやっぱちょっとやっぱ戸惑ってるから声出しできてないんです。でもう目立ってやろうと思って、応援ワー応援ワーっつってもうずーっと言ってたんですね。したら監督に呼ばれたんですよ。ちょっと来いって言って、あ、目立ったんだと思って、で何ですかって言ったら、お前何つってんだって言われて、いや応援ワーって言わせてもらってますっつって、それどういう意味だって言われて、意味なんて今まで考えたことなかったそりゃそうですね、どうしようと思ったけど、とりあえずもう何か言わなきゃいけないなと思って、いや本当元気出していこうっていう意味で言ってます、だじゃあ元気出していこうって言えって言われてそっからもう元気出していこう元気出していこうその日のうちにも元気出していこうに変わってそれが一番やそれだったらそう言えみたいな意味のないことを言うな